タン FM ランチほんわかな暮らし、毎週水曜日お昼担当、金城玲子がお届けいたします。に合わせた施術を行うことができるハリキュー接骨院、整骨院、骨継ぎの提供でお送りいたします。4月12日水曜日、時計の針は12時2分になっています。シェスタ読谷 FM ランチほんわかな暮らし、読谷村地域振興センター3階のスタジオから生放送でお届けいたします。ラジオだけでなくユーストリームにても配信しておりますので、どうぞ1時間お付き合いください。リスナーの皆さんが心がほんわかになるような、そんなお話を届けてまいります。さあ今日は水曜日、昨日に比べると気温が少し下がっているようです。昨日までは26度あった気温が今日は20度となっています。皆さん体調管理いかがでしょうか。せっかくね、春になっているというのに風邪をひきやすい、そういう皆さんはぜひ体調管理気をつけてください。さあそれではオープニングの曲をお届けいたします。ケニー G で Your Beautiful。
お届けしました曲はケニー G で Your Beautiful でした。改めまして皆さんこんにちは、金城玲子です。お昼のひとときいかがお過ごしですか？さあ、子どもたちも学校に入学、そして新しく中学校に上がったり高校に上がったり、また小学校1年生だった子が2年生に上がったり、新しくこうやって4月を迎えると、新入社員の皆さんももちろんですが、少しこう襟を正す、そんな気持ちになりますよね。3月までの環境が4月からガラッと変わった、そういう皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。思い起こせば、私も2017年、今日は4月12日ですが、2000年の4月2日に沖縄に引っ越してきました。まあ、主人の転勤で、ほとんど飛行機にも乗ったこともないここ沖縄に、遠く離れた沖縄に来てもう17年目になるんですけれどもね、怖いですね。ある意味怖いなと思います。こんなに自分自身が沖縄に住むとは全く思ってなくて、3年ほどで九州に帰るつもりというよりも九州に帰る予定だったのが、もう自分が17年目に入っているというのはとてもねびっくりですけれども、ただね、大人になってからの17年というのは、そんなに変化がないようにも感じるんですが、子どもたちにとっての1歳生まれてからの17年間というのはとても大きい変化がありますよね。心も体もすくすくと育ち、そして、子どもから、そして思春期に入って大人の一歩手前になる17歳というのを、とてもこの17年間はね、大人の17年間にとっても全然違う大きさがありますけれども、さあ、子どもたちも本当に、制服を新しく、購入して、そしてランドセルを背負ったり、そんな姿をね、見ることができると、あ、なんかとてもね愛おしくも感じたりします。さあ、介護の世界で、よくね、おじいちゃんおばあちゃんたちが、どんな姿を見るのが一番好きかと、聞いたところ、これは本当にね、私が聞いた話なんですが、子どもたちが元気に登校する姿を見るのが一番すごく好きというのをね、あるテレビで見たことがあります。だから、例えば足が悪くて家に引きこもりがちなおじいちゃんやおばあちゃんだけれども、自分の家の前を子どもたちが元気よく通学したり、それから学校を終えて帰る姿、それから子どもたちが元気に笑い合ったり語り合ったりして、自分の家を前を通るときに窓を開けて子どもたちの学校にから帰ってくる姿を見て、おかえりというこの、日課をね、ずっと続けている方々もいらっしゃるそうで、またね、定年を迎えた後に、子どもたちの通学路を、黄色の、帽子をかぶって、そして黄色の上下を着て、いってらっしゃい、おはようってね、言ってくださる方々っていらっしゃいますよね。そういう方々というのは、地域の子どもたちを地域で守ろうという、そういう素晴らしい方々、お手本になるような大人の皆さんが、そういって通学路で、子どもたちに元気に声をかけてくださっています。さあ、子どもたちももちろんですけれども、大人の皆さんも子どもたちに負けないように挨拶がきちんとできる、そして人とね会ったら自分からまず声をかけたり、そして、笑顔で心を込めて挨拶ができるような、コミュニケーション能力を高められるような、そんな4月を皆さんもね迎えていただければと思います。さあ、この後一旦 CM を挟みまして、天気予報、そして12時15分からはスポンサー骨継ぎ小池園長を迎えしての15分間をお届けいたします。さあ、最近ね、シニアウェーブというホームプラザが、タイムス沖縄タイムスさんが出しているこのシニアウェーブに小池園長がね、掲載されて、沖縄県内、まあ、もちろんこのね、各市町村からさまざまなエリアから骨継ぎさんの方に足を運ばれる方がとても多くなったそうです。ぜひそんな、そんなね、方々のお話なども含めてご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。
刻は12時12分になっています。ここで沖縄気象台発表天気予報、まず天気概況からご紹介いたします。本島地方の沿岸の海域では今夜遅くまで波が高い見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。続いて本島中南部のお天気です。北の風やや強く雨、昼過ぎから曇り後晴れ、波は 2.5 メートルの高さとなっています。船舶の皆さん十分お気をつけください。この後、雨のち晴れ、極端ですけれどもね、雨のちそして次第に曇り、それから晴れということです。日中の最高気温は20度まで上がるということです。さあ、この後の降水確率ですが、夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時までは 10% となっています。さあ、洗濯物この後干す方ね、お天気の方がちょっと不安定ではありますけれども、室内に、まあ、干すより少し軒下のところに干していればもしかして乾くかもしれませんね。昨日よりは6度近く気温が下がっていますので、皆さん体調管理など十分お気をつけください。以上、天気予報でした。このコーナーは一人一人に合わせた施術を行うことができるハリキュー接骨院整骨院骨継ぎのコーナーをお届けいたします。さあ、骨継ぎといえば読谷高校斜め向かいにあります白い壁に赤い文字で骨継ぎというね、とてもね目立つ看板、建物がありますが、そこに小池園長がいつも笑顔で、皆さんをお迎えしております。さあ、今日も小池園長をお迎えしての、15分間お届けしたいと思います。先生、今日もはい、よろしくお願いします。フルネームをはい、骨継ぎ読谷高校前ハリキュー接骨院院長の小池祐樹です。よろしくお願いします。はい、小池院長、今日もよろしくお願いします。はい、さあ先生、もうね、とてもなんか昨日も伺ったんですけども、はい、いっ
ぱいですね先生いやそうでしたか。もうなんか逆に皆さんが本当にこうプログラムをそれぞれにあったプログラムをこなしていらっしゃるのがすごくわかるんですが、はい、まず今日ね先生に先週もご紹介いただいたんですが、はい、先週、タイムス住宅新聞社のシニアウェーブというものに先生が大きく乗ってましたね恥ずかしいですね、はい、そしてこれに乗ったことによってものすごいなんか効果と反響があったそうなんですが、はい、先生今回どんな風なものを先生乗ったのか。そうですね、今回歪みに、ね、気をつけてということで、はい、記事が、ね、載ってたんですけども、はい、やはり歪みは皆さんとっても興味があるようで、はい、この読谷とかね、カテナとか以外の、うん、遠くは那覇とかね、浦添の方ですとか、あとうるま市の方ですとか、はい、そういったところからのお問い合わせもいただきまして。そうですか、はい、こちらまでいらっしゃった方も当然いらっしゃるんですけども、やっぱりこのまず問い合わせでお電話があった時皆さんどんなことをやっぱおっしゃるんですか。あ、電話で。そうですね、うん、接骨院っていうのを、ね、よくイメージできてない方も多いんですけども、はいはい、今回は歪みということがね主なテーマでしたので、はい、ぜひそれを見てほしいという、うん、いうところと、あと病院の方でも歪んだと言われたんだけど、はい、どうやっていいかわからないからそのままにしていると、はい、っていう方が結構多いですね。病院でもう要は悪いですよって、うん、そうですね、診断されたんだけれども、うん、その後のケアっていうのはそうなんですよ、どうやっていいかわからないですよね。そうなんですね。先生は逆に医学的に例えば病院ではその後どんなだったり指導が多いんですかね、アドバイスというか。そうですね、病院の場合ですと、うん、はい、やはりその緊急を要する、ね、はい、症状でなければ経過を観察するということで、そのまま、保存しておくということも結構多いんですね、はいはい、ですので接骨院ですとか、ね、その整体であるとか、はい、悪くなる前のケアをするところに、うん、やはり、お時間作れる方は、ね、はい、通院することがいいかなと思いますね。あ、じゃあ定期的に、うん、じゃあ自分で治そうと思ってもそう簡単に治せないのが歪み。そうですね、これ自分のセルフケアでも、はい、もちろんその進行をね、こう、はい、歪みの進行を食い止めたりとかで、ね、うん、緩やかにはできることもあるんですけども、はい、どうしても特殊な器具がなければできないこともありますので、あ、そういったことはぜひね骨継ぎに来てもらって、うん、体験してもらったらと思います。そうですよね、私が多分自分でできるとしたら、うん、ウォーキング、うん、でも歩き方が間違ってたら、うん、その歪みが進行してしまったりとか、うん、かえってなんか自分でいいと思って多分やってきたことが、うん、実は歪みを進行させることとかも先生やっぱりあるんですか。そうですね、やはりそのベストの状態ね、うん、そもそも正しいのが どこなのかというのをはい、イメージできてないの そうですよね、そしてその自己流でね、はい、運動をしてしまうということで、はい、反対にこう癖がついてしまったりとかもね あると思います。そうか、うん、じゃあまずは一度自分が例えばどのように、ある意味歪んでいるのかっていうのを知る必要があるっていうことですよね、はい、一番よくわかるのはもう立った姿勢ですね、はい、この立位ですね、はいはい、これでね骨継ぎの方では写真を撮って、うん、客観的なね観点から、はい、姿勢の指摘をしますのでね、はい、皆さん本当に驚かれますね、今回先週のそのタイムスシニアウェーブの方には正しい座り方そして姿勢が悪い座り方っていうものをね、はい、昨日の施術受けてた方が小池先生も悪い姿勢ができるんだって逆に これ、ね、このお手本を見てねおっしゃってた方がおっしゃってました。はいね、そうなんです、確かに 、うん、座るというのもねとても、はい、座る時間が長いお仕事の方もね多いと思いますので、はいはい、とっても大事にしてほしいですね。そうですよね、はい、さあそして、また先生今日は、うん、明日、はい、明日ですね、なんと、はい、沖縄タイムスさんの方の、ホームプラザですね、こちらの方にまた私が乗ります、ね、乗りますもうそれもね笑顔で、はい、骨の模型を持って、はい、先生、どんなことが書いてるのか、そうですね、言っちゃっていいんですか先生。そうですね、今日、うん、今回はね、はい、掲載とあと、はい、オープンの、ね、記念もいたしまして、はい、実は施術のね優待のお知らせも載ってますので、そうなんですか、はい、ぜひ明日は皆さんホームプラザ見ていただきたいと思いますが、はいはい、もちろん歪み、姿勢のことについてね、記事を載せているんですけども、はい、今回はちょっと子どもさんのね、うん、思春期の頃の皆さんの姿勢もちょっと気になるなということで、はい、記事を書かせてもらってます、はいはい、で、その
これを読んでもらってね、うん、あ、歪みが気になるなという方はぜひこの優待期間の案内もありますので、はい、早速お電話をね、うん、いただけたらと思います。はい、じゃあ先生まず連絡先を。あ、はい、はい、連絡先はですね、電話番号が 098-988-5885、うん、こちら月曜から土曜日まで、はい、朝の9時から、午前中は12時30分まで、午後は、15時から夜8時まで、うん、お電話を受け付けておりますので、はいはい、まずねお問い合わせいただいて、はい、昨日ですねちょうど夕方の6時からの夕刊 TV で先生の4月、限定金土 の、はい、無料キャンペーン、はい、初めてでない初めての方のみの、はい、ということと、それから先生のね VTR を流したんです。 ありがとうございます。はい、2日連続、はい、小池先生が世に、はい、そして明日は新聞で、そうです ね無料体験もね、はい、このまあ新聞と合わせてなんですけども、はい、まあお友達とかから聞いたんだと思うんですけど、うん、はい、宜野湾市の方ですとかね、結構遠くから聞きつけて早速来てもらってるんですよ。ありがたいですね、はい、今回の無料体験は、はい、特に歪みのチェックだけではなくて、うん、はい、ほぐしの体験ですね、はい、であとは骨継ぎ独自の特別プログラム、うん、はい、例えば、骨盤の矯正であるとか、はい、例えばインナーマッスルを鍛える、ラクトレですね、うん、はい、こういった特殊電流の施術が全て無料で受けられますので。そうなんですね、はい、非常にお得ですので、うん、はいはい、で今回先生やはりね今基本はもうとにかく体の歪みを、うん、もう日頃から悪くなる前に予防するんですけども、はい、自分がいつも先生がおっしゃるのが自分が歪んでるとは思っていないという方が大半だということだったんですが、はい、実際にこう通われている皆さんのお声、まあ、3ヶ月ね、ここ会員されて3ヶ月になるじゃないですか、うん、はい、で実際皆さんのお声はどんな感じでこう皆さんから届いてるんですか。あ、そうですね、まあ、うん、もちろん初めましての時からね、はい、2ヶ月3ヶ月を得て、はい、こう体調が良くなるはもちろんなんですけども、はい、まあ、もっと早く来ればよかったとかね、まあ、あとは読谷にね骨継ぎができてよかったっていうところで、はい、皆さん薄々は改善しなきゃと思っていたものが、はい、ようやく改善できたというところですか ね、 そのね、やらなきゃいけないっていうのは どこかで皆さんそれぞれ実は分かってらっしゃると思うんですね、うんうん、ですね、それを少しでも早く始めた人は早く結果にねたどり着きますし、はい、悪くなってからやろうかなって思ってる人はどうしても治りも遅くなってしまいますので、うん、もう本当に思い立った時に、はい、お電話をねまずしていただいて、うん、はいはい、予約初診でも予約が取れますので、はいはい、ぜひ本当たくさんの人に、うん、利用していただけたらと思います。そうですね、はい、そして先生金4月限定のこの金曜日と土曜日のこの無料の分は先生も予約はどうですか。はい、うん、まだ大丈夫ですよ。今週末、はい、そして来週再来週と、はい、空きがありますので、はい、ただ直前になるとね、うん、埋まりやすい傾向がね、うん、はい、ありますので、はい、これもねやっぱり早め早めの方がお電話いいかと思いますので、はいはい、ぜひ予約してください、はい、うん、先生この無料に関してちょっとまた改めてご紹介お願いできますか。はい、はい、ではですね、はい、4月はですね毎週金曜日土曜日ですね、時間は朝から晩まで空いてる時間ではいつでも結構ですので、骨継ぎでの歪みチェック、そしてほぐし体験、そしてさらに矯正施術や特殊電流などの、うん、特別プログラムすべてを受けられて無料ですので、はいはい、もう本当に予約の枠には、ね、限りがありますので、うん、ぜひ早めのお電話をいただけたらと思います。はい、ぜひ、ね、皆さんよろしくお願いします。さあ、はい、そして、まあね、子どもたちも新学期になったり、うん、また社会人になった皆さんたちも、はい、姿勢とか挨拶の仕方とかもそうですけれども、うん、体が歪んでるとやっぱりこうおかしいなって、うん、まあ、その時って先生はこうやっぱ鏡を見て自分がこう自分の立ったものってちょっと見る意識も持った方がいいですかね。そうですね、うん、できればですね、はい、皆様こう、まあ、お風呂に入ったりとかして、はいはい、服をね着てない状態で、はいはい、ご自身のね全身っていうのをチェックする。ドキドキそう、小さいお子様だったらね、うん、やっぱりお父さんお母さんが、はい、前から後ろから、はい、そして横から見てあげる、あ、うん、
ていうのがとっても大事になります、はいはい。よくね、まあ、真後ろから自分を見るというのは難しいんですけど、うん、正面からでも鎖骨の位置がね違ったりとか、はい、うん、あと、まあ、男性も女性もこのね、あの乳頭ですね、はいはい、の位置がずれてる方も実際こういらっしゃいますので、うん、はい、まずはもうやっぱり骨継ぎさん行かないといけないです。そうですね、骨継ぎではあの服を着た状態で写真を撮りますので、はい、皆さん安心して安心して行っていただければ。でもね、はい、全身だと裸だと大変ですよ。大変ですけど、はい、服を着た状態でもね、歪みはねとても分かりますのでね、はい、まず本当にその自分を知るところから、はい、がスタートですのでね、はい、はい、ね、新学期、はい、皆さんぜひ体の変化をね期待して来てもらったらと思います。はい、じゃあ先生最後になりますけれども、はい、はい、皆さん、そうですね、はい、4月は健康増進月間と、この間から言っておりますが、今回のね、骨盤の矯正だけではなく来週再来週とさらに実は優待施術を用意しております。はい、はい、で5月にも実は新施術が登場する予定ですので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、じゃあ最後に先生電話番号をお願いします。はい、もう一度連絡先ですね、はい、098-988-5885、098-988-5885です。はい、今日も骨継ぎ小池院長に、素晴らしいお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます、ごちそうさま、そんな愛の言葉。それでは一曲お届けいたします。平義隆さんでご飯の歌。運動会の朝、お母さんが作ってくれた俵のおにぎり、お昼休みが待ち遠しくて、リレーで一着を逃したっけな。どんな食事にだって意味があるよ。したいなんかできないんだよ。僕らのこの命を育むもの。お米に野菜、お肉に魚、愛しい人の顔がほら口のご飯を食べる幸せは決して当たり前なことなんかじゃなくて、一粒の涙を流すように噛みしめていく。喜び悲しみがある。いただきます、ごちそうさま、それは愛の言葉。
で初めてできた恋人。得意料理は激辛のカレー。恋するあまり苦手を忘れ、食べ過ぎてお腹壊したっけな。何を食べるのかは大事だけど、誰と一緒に食べるかも大事。大切な人思い描いて作る料理はきっと何だって美味しい。口のご飯を食べる幸せは決して当たり前なことなんかじゃなくて、一粒の涙を流すように噛みしめていく。喜び悲しみがある。いただきます、ごちそうさま。それは愛の言葉。上京する朝に大好物の俵のおにぎり持たせてくれたね。新幹線で頬張りながらお母さんを思って初めて泣いた。お届けしました曲は平義孝さんでご飯の歌、お届けしました。さあこの平さんで、前のんこさんの番組にもね出演されて、私の番組にも出演してくださったんですが、全国各地域にこのご飯の歌、このねお話をしながら実際に子どもたちに歌って聞かせたりねされている方なんですけれども、さあ学校が、新しくね、本当に学校にまた子どもたち新学期を迎えたり、そして子どもたちが中学校に上がったり、義務教育を終えて高校に、ね、進学したり、また大学生になったり、県外に行ったり、一人暮らしをしたり、さまざまな皆さん環境が今ねきっと皆さんの周りには、いろんな方々がいらっしゃると思うんですが、さあそんな中でこの前ね嘉手納高校の PTA のね、一色会長が、入学式の中でもおっしゃってましたね。月に1回の弁当の日ね、以前弁当の日、佐藤先生が全国講演会をされていらっしゃるんですけども、私もね伺ったことがありますし、また弁当の日というのは、全国のね今学校でも本当に自分で自分のために弁当を作る日というのをね実行されていらっしゃる方々、もともと、四国のね竹下校長先生が実践スタートして、でそれからもうね随分の月日が流れて全国に浸透するようになりました。また私もね過去このほんわかな暮らしの中で生徒さんにももちろんですけれども、このラジオでも
皆さんに弁当の日の話をねさせていただいていましたが、まあ本当にね自分でせめて自分の食事自分で自分のご飯が作れるようになっていないと、いくら仕事ができてもいろんな環境に追い込まれた時に皆さんどうするのかなって、コンビニをいつも頼っているのか、それとも何かスーパーでいつも何かカップラーメンか何かを買って食べるのか、それよりもね自分でまずご飯が炊ける、そして自分で味噌汁ができる、まずこの2つだけでもできるとね、日本人としては基本的なこれができるだけでも生きていけるんじゃないのかなと思います。今日皆さんにご紹介するのは、また新しく届きました宮崎中央新聞、これはね皆さんのおすすめ、皆さんにもぜひ購入していただきたいと思いますが、宮崎発夢未来感動の共感を世界中に、新聞なんですけれども、いいことばかりが書いている新聞、心に響く新聞となっています。さあそんな中、編集長がいろんなところにね取材に行って、でその中からいろんな講演の中から抜粋した記事が新聞となって月4回発行されて1080円なんですけれども、これ送料込みで、私が紹介した生徒さんたちもたくさんこの宮崎中央新聞読んでいます。さあそんな中今日皆さんにご紹介するのは、食で子どもはよみがえる、非行、犯罪、いじめ、不登校、それらの問題の裏には食の問題があった、元長野県、旧、前田教育長、元長野県、上田市教育委員長、教育食育アドバイザー大塚さんのお話を皆さんにご紹介いたします。荒れた学校を何とかしなければ、長野県にある全校生徒1200人の学校に校長として赴任した時のことでした。廊下をバイクで走っていて、タイヤの跡が焼きついていました。タバコの吸い殻も無数に落ちており、拾いながら歩けばスーパーの買い物袋が何袋も必要になりました。私は4月の PTA の総会で吸い殻が詰まった袋を保護者に見せ、この学校はこんな状況だと話をしました。毎日のように非行や犯罪、いじめが起きていて、不登校の生徒は60人から70人もおりました。先生たちも疲れ切っていて、学校に来なくなった先生もいました。私はこの状況を何とかしなければと思いました。そして、学校が荒れ果てているのは、先生たちの授業に原因があると思ったのです。私は先生たちの授業を見て回りました。素晴らしい授業をしている先生もいましたが、教科書を片手に説明しているだけの先生もいました。いましたね、確かに。私は先生たちに分かりやすくて楽しい授業をやってほしいとお願いしました。授業を変えようとしない先生にはかなり厳しく指導しました。すると先生たちがお互いに高め合うようになったんです。ある50代の先生は年齢ばかりで威張っていて、若い先生に偉そうな指示ばかりしていました。でもその先生の授業を見るとひどい授業だったんです。そしたら20代の若い女の先生から、先生は30数年間こんな授業しかしてこなかったんですかと言われたのです。50代の先生は威張っていられなくなって必死に授業を改善していきました。先生たちの授業は本当に変わりました。すると少しずつ子どもたちも変わっていきました。タバコを吸う子ども、不登校の子ども、犯罪をする子どもが少なっていったのです。ところがその数はなかなかゼロにはならなかったのです。その原因が分かりませんでした。コンビニ弁当を食べる子どもを見て、私たちの地域は運動会の代わりに水泳大会や陸上競技大会、球技大会などが行われていました。どの大会もみんな一生懸命に取り組みます。ある時気づいたことがありました。そこに出場していた子どもたちの中にコンビニ弁当を食べている子が多かったんです。給湯室でお湯をもらってカップラーメンを食べている子がいました。菓子パンを食べている子どももいて、その中には一緒に、その子は一緒にジュースも飲んでいました。見せてもらうと果汁は 1% とか 3% くらいしかありませんでした。君はこれ毎日飲んでるの?と聞いたら、毎日飲んでると言っていました。私はその時、この食事が原因だろうかと思いました。
それで大会に来ている子どもたちのうち、このような食事をしていた子の名前を控えて、後日確認してみると、ほとんどが学習に無気力だったり、いじめをしていたり、あるいは非行を起こしていたり、何かに該当していたのです。そこで子どもたちの食について20日間の追跡調査を行いました。調査で分かってきたのは、朝ごはんを食べていない子どもが多いということでした。なんと 35%。 そんな子どもたちはいつもイライラして、そのイライラはの吐け口が非行や犯罪、いじめになっているものが分かったのです。エネルギー不足の子どもたち、どうして朝ごはんを食べてこない子どもが問題を起こすのでしょうか。あるいは学習に無気力なのでしょうか。子どもたちは夜ごはんを7時から8時ぐらいに食べます。朝ごはんを食べてこない子どもは、次に食事をするのは学校の給食です。給食の時間を12時から1時とすると、16時間ぐらい何も食べていないということになります。それなのに朝は歩いて登校して、朝の清掃をして、午前中に体育の授業があれば、エネルギーを使い果たしてしまうのです。学力に使うエネルギーなんて残っていません。だから常にイライラしたり、すぐに切れたりするわけです。調査でもう一つ分かったのは、食べているが内容に問題のある子ども、これも多いということが分かりました。朝に菓子パンを食べる子は、一緒にソーセージやハムを食べていることが分かり、飲み物はジュースでした。こんな子たちはカロリーはちゃんととっているんですよ。でも体に入れるのは肉や油ばかりで、血液をきれいにするものは何も食べていないのです。だから血液がドロドロになってしまうのです。成長期の子どもたちに必要なのは、バランスのとれた食事ができておらず、ビタミン類や野菜の栄養分も全部取られていなかったということが分かったのです。さあ、 CM を挟みまして、この後先生、この校長先生が取った行動を皆さんにご紹介していきたいと思います。そして私も、料理の講師として、これから皆さんに、できればやっていただきたいなと思うことがありますので、そちらも含めてご紹介いたします。時刻は12時46分になっています。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし、お届けしています。さあ、先ほど今日皆さんにご紹介しているのは、非行、犯罪、いじめ、不登校、それらの問題の裏には食の問題があった、食で子どもはよみがえる、このお話を皆さんにご紹介しています。さあ、この先生が行動に起こしたことです。校長先生が、私はすぐに保護者を集め、家庭でバランスの取れた食事を食べさせてくれないかと訴えました。
でも取り込もうとする方はすごく少なかったのです。自分の食べたいものを食べさせることの何が悪いのか、子供が食べたいものを食べればいいじゃないか、忙しいから手っ取り早いものしか食べさせられないんだ、そんなことを言われました。これでは食の改善もできません。だから私は学校でやるほかないと思ったのです。当時の給食は週に1回だけ米飯給食、あとはパンやソフト麺ばかり。とてもではないですがバランスの取れた食事とは言えませんでした。そこで私は家庭では食べられないものを学校給食で提供しようと試みたということが書かれています。大塚貢先生、この方は実際に本なども出版されているんですけれども、いろんな、校長先生を経験した後、教育委員会の指導の立場になって、そして2007年には、文部科学大臣賞を受賞されています。そういったね、素晴らしい先生がやはり生徒を見て、先生を見て、まず生徒を変える前に先生たちの意識を変えていこうと、そして給食を変えていこう、子どもたちのね、両親に変えることができないのであれば、まず学校給食から変えていこうと試みた先生、ね、こういったことが書かれていました。さあ、私はね、料理講師として皆さんにも、さまざまなお話を、皆さんにもね、生徒さんたちにもさせていただいてきたんですが、やはり食べるということは死ぬまで、そして例えば老人ホームに入っていても、この咀嚼する機能というものがね、一番衰えていって、誤嚥ね、ものが喉に詰まって、本当にね、命を落とすっていうケースなどももちろんあるそうなんです。だから例えば最近では調理専門学校で教えているこのプログラムの中に介護食士というものもね、取り入れられてきていて、私もね、この介護食士というものをね、取ろうかなと思ったことがあるんですが、実際に私がお料理教室本和歌で教えてきたことがこの介護職とほぼ変わらなかったということもあって、私の先生があなたは教えなく習わなくてもいいよ、自分でちゃんとやってるからと言われたので、生徒さんにね、教えしてきたんですが、この介護職士っていうのは、またこの、パッと見ハンバーグなんですけれども、口の中に入れると、歯がない方でも、このね、歯茎の力で、食べることができるという、そういったものなんですよね。死ぬまで食べ物はやっぱり目で見て、まず目から入ってくるものが一番なんですよね。おいしそうって思うことで唾液が分泌されるということもあって、おいしそう、食べたいっていうこの意識というものを、やはりできる限り一日でも長く皆さんには大事にしていただきたいと思いますし、老人ホームにね、入って、そして例えば食べることがとてもね、困難になりがちになってきたとしても、でもやはり美味しそうに見えるものをできれば提供したいですよね。でも提供する側というのはやはり詰まらせていきしてはいけないね。そして咀嚼ができなくなってしまうと消化不良を起こしてしまったり、そういったこともあるので、できるだけ胃に優しい、消化がいいもの、こういったものをね、どうしても提供しがちになってしまうのは、これは現場の声だと思うんです。ただね、やはり若いうちから、先ほど骨継ぎの小池院長がおっしゃってましたが、体の歪みを整えるっていうことももちろん大事です。そしてそれにはやはり健康な歯、やはりね、一本でも長く自分の歯を大事にしていただきたいと思いますし、そして、自分の体に取り入れるもの、これは自分ができれば手作りをして、無理なことを作らなくても全然大丈夫です。自分で自分の、ご飯を作って、それをお弁当箱に詰めて、持ってきたり、または、おにぎりだけでも自分で作ってきたり、サラダだけでも自分で作ってきたり、そんなね、小さな自分のできることから始めてみるだけでも全然いいんじゃないかと思います。そうすると、まず自分の生活が変わってきます。そうすると、自分の心がやっぱり変わってくるんですよね。コンビニ弁当で育ってきた子どもたちに多くは本当にイライラする、それから八つ当たりをする、いじめをするというのはやはり傾向にあると言われつつあります、ね、そんな大人もすごく増えてきていると思います。そんな中に一番やっぱり加えていただきたいというのは、誰かのためにご飯を作る、誰かのために心を込めて、お料理を作ったり提供する、
そういうことがとても大切なんじゃないかなと思います。だからお弁当ももちろん大事ですが、目に見えてコミュニケーションが取れるあったかいお袋みたいなね、そんなお店に通うというのもいいんじゃないのかなと思います。そのね、人が心を込めて作ってくださる料理をいただくだけでもいいんじゃないかと思うので、そういったまずね、ことからでもスタートしていただければと思います。自分でのために自分でお弁当を作る、そうすると大人になった時仕事もできる、自分で自分のために料理もできる、そういう人はね、人を招いてホームパーティー一品持ち寄りなどもできるとよく言われますね。今私もね、大学生のスタッフの彩香さんに、そういったお話をしたら、彼女もね、自分の家で豚汁を作って1週間かけて食べたり、あとね、みんなで一品持ち寄りをするように今スタートしているんですっていう話を聞くとね、まず本当に小学校からでも大丈夫です、中学校からでも大学生からでも大人になってからでも全然いつ始めても遅くないのが食の取り組みだと思います。自分が大人になって結婚して子供を出産した時に、せめて自分で家族の命を預かる立場の皆さんが、自分で、作れる料理が一品でも多いと、きっと家族の健康を守ることができると思います。家族の健康はね、本当に命を預かるということにつながっていると思います。本当にね、義務教育で手塩にかけてお母さんが作って育ててきたとしても、お嫁さんがお料理が全然作れなかったらね、旦那さんが作れば一番いいんですけれども、なかなかそういうわけにはいかないかもしれませんので、食というのは命を預かる、命をねつなぐっていう、そういうとても大切なことにつながっていますので、ぜひ皆さん今日からでもいいですので、できることから始めてきてください。お届けしてまいりましたシエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし、いかがでしたでしょうか。来週もまたこの時間にお耳にかかります。この番組は一人一人に合わせた施術を行うことができるハリキュー接骨院、整骨院、骨継ぎの提供でお送りいたしました。それでは皆さん、来週までごきげんよう。さようなら。